枠成進入3対3優勝戦スタートしていきました。わずかですが1コース1号艇西山スタート先行、きっちりと横2コース2号艇えのき合わせてきました。7月8日大村スポーツ日本杯優勝戦、西山選手パーフェクトなるか、今回は早送りなしでご覧ください。発祥地ナイターボートレース大村スポーツ日本杯6日間シリーズ、天候不良により昨日1日中止順延とし、皆様にはご心配ご迷惑をおかけいたしましたが、いよいよの優勝戦ラストカード12レースが始まりました。さあ今日は非常に穏やか静穏という水面でした。風は現在スタートライン付近向かい風微風です。1号艇は福岡西山貴博、自身初のパーフェクト優勝がかかる一戦です。昨日1日の中止順延でモチベーションの切り替えはしっかりと整ったでしょうか。2号艇は長崎えのき浩二、今節の選手代表が優勝戦も地元代表という形で乗ってきました。3号艇福岡岡崎康博です。おそらくパーフェクト優勝を目指す西山にとってここは天敵大敵というような存在ではないかという岡崎。スローの3コースです。4コースは4号艇兵庫の長岡亮也、前走地徳なめで今年3回目の優勝を果たしてきています。大村は優出が2回目でまだ優勝はありません。5号艇は福岡長野総志郎です。昨年は優出12回とするも優勝はなかったんですが、今年はこれで7回目の優出、4月徳山戦で優勝。そして6コース6号艇兵庫の広瀬正幸、大村過去 V3 は間違いなく好相性と言えそうです。枠成進入3対3優勝戦スタートしていきました。わずかですが1コース1号艇西山スタート先行、きっちりと横2コース2号艇えのき合わせてきました。最初に1号艇白部、2号艇差し根向いた間を3号艇割ってきた岡崎ですが、まくり差し一定進行法、1号艇の西山が先行、追走に3号艇の岡崎でスリット裏、あとには5番、4番、そして6番2番です。スタートは前提正常でした。2マークをトップで運んでいくのは1号艇西山、引いて3号艇の岡崎の差し少し遅れて内を5号艇の長野が救っていきます。さあ2番手争いで5番と3番、3番5番2艇が並ぶ。インコースが5号艇の長野、アウトコース3号艇岡崎、競り合って非常に厳しいデッドヒートになってきた。2周目1マーク先頭で1号艇西山、西山独走体制固めてきました。追走は5号艇長野が逆転、2番手浮上。3号艇の岡崎少し遅れたアウトコースからの追走で目下上位は1番5番3番、後ろ水が空いて4号艇2号艇6号艇の順です。さあパーフェクト優勝に向かって2周目2マークをトップで返す1号艇西山、2番手は5号艇長野総志郎、3番手は3号艇の岡崎、前から少し離されての体型で1号3の体型です。さあいよいよあと1周となった優勝戦、先頭1号艇の西山貴博、堂々の陰線押し切りになりました。1月の鳴門戦以来で今年 V2 通算では37回目、そして自身初のパーフェクト V へと向かっていく西山。今日は本場無観客によりウィニングランはありません。さあしっかりとここはパーフェクトウィニングゴールを見届けていただきたいと思います。最終コーナー1号艇西山トップで返しました。続いて5番3番と続いて1号3、3連単オッズは 42.2 倍を示しています。スポーツ日本杯優勝戦、先頭は1番西山パーフェクトゴールイン、2着5番長野、3着3番岡崎、そして4番長岡、2番えのき、ラストは6番広瀬ゴールインです。優勝戦第12レース確定は1着1番、2着5番、3着3番以上です。西山選手おめでとうございます。